212A 型潜水艦は、ドイツが開発した、エープ搭載重常動力型潜水艦。ドイツ海軍のほか、イタリア海軍で運用されている。ドイツ海軍では U-31 から U-36 までの6隻が収益済みで、イタリア海軍でも、サルバトーレ島だろ、シレ、ピエトロベヌーティ、ロメオロメイの4隻が収益済みである。また、 2021年2月には、アカールの枠組みで、イタリアが2隻追加発注しており、その搭載機器の一部は、レオナルド SPA などのイタリア企業が製作する。エープにペム燃料電池を採用することによって、数週間の潜水が可能であることと、水中での高度な機動性確保のため、火事が X だであるが、特徴的である。2017年2月3日、ノルウェーとドイツ及び、 ドイツ海軍は戦略的パートナーシップを締結することになり、ウーラ級潜水艦の後継として212型 NG を4隻調達することを決定した。同協定の一環として、ドイツは同じ構成の艦を2隻購入する予定である。2017年10月20日のディフェンジニューズによると、2017年10月15日に、 ドイツ海軍で唯一稼働していた U-35 がノルウェー沿岸で潜水中に座礁して X らの1枚が破損して造船所に送られた。これによりドイツ海軍の保有している6隻の潜水艦すべてが運用不能状態に陥った。少なくとも U-31 が交渉から戻る2017年12月までこの状態が続くとされ2018年11月までには 少なくとも3隻が運用に復帰する見込みであった。2018年4月から5月にかけて U-31 と U-36 が運用に復帰したが、当面は乗員の訓練にのみ従事し、作戦海域への展開は行わないこととされた。ありがとうございます。